ジャムエツが父ちゃんイズムプロジェクト女子校です。よろしくお願いします。改めまして、皆さんこんにちは。こんにちは。あれ、少し寒いのか声が小さいですねもう一回いきますよ。お願いします。こんにちは。こんにちは。バッチリです。ありがとうございます。はい、私たちは上越の地域活性化を目指して活動しています。今は1期生が2人、2期生が2人、3期生が2人で、最近新たに4期生が3人入りまして、現在9人になりました。で、今日は7人でステージを頑張っていこうと思います。と、寒いのね、皆さんも一緒に盛り上がって暖かくなりましょう。はい、それではそろそろ曲の方に移りたいと思います。まずはじめに聴いていただくのはすいません、なんか寒くて声が頑張ってなんかめっちゃカミカミですいません。大丈夫、もう一回言い直します。はい、はい、まずはじめに聴いていただくのは私たちのオリジナル曲、子猫のカノニカという曲です。それでは聴いてください。子猫のカノニカです。
手拍子とっても嬉しかったです。皆さん寒い中よく見に来てくれてありがとうございます。皆さん女子校目当てですかね、どうでしょうか。女子校目当ての方、今日は皆さんに楽しんでいただけるよう頑張りますので、はい、よろしくお願いします。皆さんお気づきでしょうか、このパーカー、女子校パーカーできました。女子校の文字が入っています。どうですか、可愛いですかね。欲しいですか。これは高田の桜をイメージしているんですよ、はい、ここが、はい、そうですね、女子校の、ね、漢字の方も、はいはい、桜の花びらがちょっと見えにくいかもしれないんですけどね、ご当地アイドルなので桜をね、ここに入れてみました、はい、このパーカーはパーオ新潟さんで寄付金を集めさせていただいて、そのお金で作ったパーカーです。皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからも上越を元気づけられるように精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。それではここで一人ずつ自己紹介をさせていただきます。まずはなっつん。はい、モットーはいつでも直球全力勝負、9回裏ツーアウトまで諦めない、野球が大好き2期生のなっつんこと夏美です。合言葉は夏に実ったビッグスマイル。ありがとうございます。そうですね、今日はレロヒ祭、スキーの祭典ということでですね、スキーにちなみまして、ちなみましてじゃないやスキーなんですけれども、ちょっとトークは滑らないように頑張りたいと思います。出ました、上手ね、はい、ちょっとね、いつも滑るんですよ私今日は頑張りたいと思いますので、はい、皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、右手を上げて左右に振って、女子校一の大食いはみこにょ、女子校一のおこちゃまみこにょ、女子校一の動画はみこにょ、はい、何でもかんでもパクパク食べちゃう、みんなの悲しいこともパクって食べて幸せにされちゃいます。今日は初ステージなんで緊張してるんですが、本当全力で頑張りますのでよろしくお願いします。頑張って、はい、女子校1のミニサイズアイドル小学5年生3期生のゆゆことゆうです。今日は寒い中見に来てくださってありがとうございます。なので今日は私のダンスで皆さんをポッカポカにさせちゃいます。今日はよろしくお願いします。イエイ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 。はい、くるくるっと魔法をかけて上越を元気にしちゃいます。1期生のくるくることくるみです。今日は寒いですが、皆さん一緒に盛り上がっていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。くるくるくる。はい、ブナーブナー、ルーマニアと日本のハーフ、高校1年生1期生のゆりねことゆりなです。皆さん今日は寒い中ありがとうございます。皆さんを元気づけられるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、赤い花、黄色い花、笑顔の花、皆さんの心に笑顔の花を咲かせちゃいます。好きなアーティストは少女時代、好きな食べ物はオムライス、好きな色はピンクが大好きな小学5年生11歳3期生の花です。レルヒ祭に来たのは初めてなのでとても楽しみにしてきました。少し緊張しているんですが、小学生パワーで一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。うわ、ありがとうございます。はい、2013年もアイドルが大好き、アニメも大好き、女子校のオタク担当といったらひろこ。
はい、ありがとうございます。アイドルとアニメとコスプレとショコタンが大好きなオタク系ローカルタレントを目指している2期生のひろこです。よろしくお願いします。頑張った。はい、皆さん改めましてこんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。ちょっと今日は天気がいまいちなんですけども、なんと今私たちのステージの時には雪が止んでいます。ちょっと晴れ女は誰だ、晴れ女は誰だ、私です。ちょっと若干かぶっちゃいましたけど、皆さん寒くないですか？大丈夫ですか？あったかい格好してますか？お腹と背中に北海道貼ってますか？それはひろこさんです、ね、はい、私なんですけど、あの皆さん多分雪とかに当たってすごい体が冷えてると思うんですけども、あのなるべく温まって温かいものをいっぱい屋台で出てますので、体を温めて風邪をひかないように気をつけてください。あのなるべくこう一緒にこう盛り上がっていただけると多分体も温まると思いますので、ぜひちょっと次の曲はしっとりとした曲になってしまうんですけども、ノリノリの曲も今日披露させていただきますので、あのぜひ一緒に盛り上がってください。それでですね、次の曲なんですけども、今年度私たちは県民助け合い基金の助成金をいただきまして、ボランティア PR アイドルとして病院に、慰問させていただいたりしました、そこで披露させていただく曲のレパートリーとして、今回あの皆さんが知っているあの中学校とか小学校の時に音楽の授業で多分習ったと思うんですけども、滝廉太郎の花という曲を歌わせていただきます。あのちょっと季節的にまだ早いんですけども、春のうららのっていう、皆さん知ってますかね、この曲を歌わせていただくんですけども、あの今回歌だけではなく、あと手話にも挑戦しています。みんなで一生懸命手話を覚えました。でそして手話だけではなく、今回女子校初めてハモリにも挑戦してみましたので、手話とハモリ、こういったところに注目して聞いていただけたらなと思います。ですね、これから先もあのボランティア PR アイドルとして、病院さんや施設さんなどで訪問、させていただいて、こう披露できて、披露していけたらいいなと思います。それではちょっと聞いていただきたいんですけども、ちょっとスタンバイします。皆さん、それではお聴きください。花です。